千尋に石尾さんにガチ説教してたの覚えてる覚えてるちょっと申し訳なかったなっていろいろ言っちゃったえ、ゆうきでもそんなになんかさ言うことあるじゃないですか具体的になんかこう石尾さんはでもうちょっと悔しがった方がいいって言った気がする。あ、そう、悔しがった方がいい。負けず嫌いじゃなきゃ伸びないよ。ナイス。サンタローなんてめっちゃ美味しくない？ね、聞きなし。難しいね、その連携プレーを敵だ、食らわないけどえ、どうなんだろうね、なんかさ、3人の中で一番上手い人がだってどうせゼロなんだから別に連携しないでピャーンってて、ポーンってシュートする方がいいのか、なんかめっちゃブブブブブブブってしてやるほうがいいのか。え、でもこの前で、ピンさんがさ、めっちゃさ、バーってずっとこうしてさ、持ってたじゃん。外しちゃったけど。落としたときにさ、撮る人いたことない。ああ、確かに。見てる側として。なんか、ああ、それ出す、今の。わかんないよ。そんな語れないもん。知らないけど、見てて思うよ。知らんけど。先生、何秒のところシーン、誰々がどこにいたらどうなったでしょうみたいな。全くわからない。全くわからない。なんかさ、いや、今のいる。いけたよ。もったいないなって思うんだよね。切れてる。
ーラどんぐらい飲んだの？なんかさ、なんかショットグラスに半分ぐらいね。だいぶ違うんだ。ミキくらいまで強くなりたい。え？そう？そんな違う？違う。いや。こいつじゃないのだと思ったマジで。いや、そのだとしたそんなだよ。そんなで自分でダコかったなと思ってないよ、あれ。嘘でしょ。なんなら合宿の方がダコかったでしょ。飲んでる分はダコかったよね。成長したマジで。日々成長。成長。成長。成長がファネ。ファネ。半端ねえ。マジ半端ねえ。あの。どの子を何で死んでるの。大将。西尾さんが決めた。どうですか、西尾ファイターとしての喜びが。頑張ってほしい。絶対ムカつくじゃん、こんなの。ムカつかないらしいよ。私が携帯壊してもムカつかないらしいよ。すごい短すぎるでしょ、これ。悔しがった方がいいよね。なんで僕はさらに壊されたんだって悔しがった方がいいと思う。怒られた方が良かった。楽しいなぁ。あのさ、最初これとかでさ、酔えてたのがさ、やばい、もうやめよう、ちょっと黙る私。何も言えなくなってきて。